はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はレンジャーズについて話していこうと思いますが、昨年球団史上初めてのワールドチャンピオンに輝いたレンジャーズ、少し前まで再建が長引きそうな雰囲気もありましたが、2021年オフ以降、コーリー・シーガー、マーカス・セメンらを連れてくるなど積極的に補強を行い、それが見事に実っての昨年の世界一となりましたよね。ジョシュ・ヤングらを筆頭とした若手選手も順調な成長を見せ、ベテランと若手の力がうまくミックスした強いチームになったという印象です。昨年は前半戦から地区首位を快走し、後半戦に失速してしまったことでシーズン最終戦で地区優勝を逃すという悲劇には見舞われてしまいましたが、プレーオフでは本当に見事な戦いぶりで、ポストシーズン記録となる敵地での11連勝も記憶に新しいですよね。昨年オフは放映権収益が不透明となったことからあまり補強ができなかったという事情はあれど、昨年の優勝メンバーがかなり残り、さらには昨年終盤のチームを支えたエヴァン・カーターが初めてのフルシーズン、昨年のドラフトで全体4位指名を受け、瞬く間にマイナーを駆け上がったワイアット・ラングフォードも開幕メジャー入りを勝ち取るなど、打線に関しては下手したら昨年以上、投手陣ではシーズン中盤以降にマックス・シャーザー、ジェイコブ・デグローム、タイラー・マーリーの復帰も控えるなどブースト要素も持っていたチームですから、開幕前に私が行った順位予想では地区優勝、今季も引き続き強さを見せるものと予想していました。しかしそんなレンジャーズですが、今季ここまでは今一つ波に乗れていません。現地7月9日の試合が終わった時点でレンジャーズは44勝48敗で AL 西地区3位、先月末に借金が9を数え、いよいよ4位エンゼルスと順位が入れ替わるんじゃないかというところからまた浮上してきてはいますが、もうすぐオールスターというこの時期に依然として借金生活は続いているというのは、開幕前にレンジャーズフロントですとかファンの方々が思い描いていたシナリオではなかったでしょう。ワイルドカード圏内まで 7.5ゲーム差、地区首位まではマリナーズがここのところあまり勝てていないのもあって 5.5 ゲーム差とワイルドカードよりもむしろ地区優勝の方がチャンスがあるというちょっと変わった状況でありますが、ただどちらにしても少し差はついてしまってはいると。今季のレンジャーズに関してはうまくいっていないことは多々ありますが、一番想定外だったのはおそらく打線の出来で、昨年チームで WRC プラス114と MLB でもトップクラスだったはずが、今季は一転して WRC プラス95とリーグ平均以下、昨年の MVP 投票2位のシーガーは一時を考えますとだいぶ調子を取り戻しつつあるものの、セミエ、ガルシア、ハイムラ主力クラスが軒並み成績を落としているのは痛いですよね。また全体的に怪我による故障離脱が多かったのもチームの不振に拍車をかけてしまったでしょうか。そういったチーム状況もあり、レンジャーズが今月末のトレードデッドラインで下手したら売り手に回るのではないかという話も出つつあります。今週頭に USA Today のボブ・ナイチンゲール記者が、他球団 GM がレンジャーズが今の戦いぶりを続けるようであれば何人かのピッチャーをトレードマーケットに出すかもしれないという話を紹介していましたけれども、具体名として契約が今季限りのマックス・シャーザー、アンドリュー・ヒーニー、マイケル・ロレンゼン、カービー・イエーツ、デイビッド・ロバートソンの名前が挙がっていました。シャーザーはトレード拒否権を保持していますが、全体的にビッグネームにかける今季のトレード市場において彼の実績を買いたいチームもいるでしょうし、ヒーニー、ロレンゼンともに今季の成績は悪くないですので、こちらも興味を集めるかなと。今季防御率 0.84 のイエーツ、 3.03 のロバートソンも市場に出てくるならブルペン市場のトップレベルになるでしょうし、また記事中名前は挙がっていませんが、昨年の世界一にブルペンから大きく貢献したホセ・ル・クラーク、スイングマンとしてここまでソリッドな活躍を見せているホセ・ウレーニャもコンフともに FA ですので、こちらもレンジャーズが売りに出すのであれば注目を集めそうでしょうか。ということで世界一になった翌年でありますけれども、レンジャーズが売り手に回るシナリオも排除はできない状況であると。まあ確かに現状の成績ですとかなりボーダーだと思いますし、今月末に向けてさらに沈むようなことがあれば、そうなったら当然売らざるを得ない状況になってしまうというのは考えられます。個人的な感覚としては、7月下旬7月末でプレーオフ圏内までワイルドカード地区首位どちらからも10ゲーム差ついてしまうような状況になったら、まあさすがに白旗を上げてもおかしくはないかなと。7月末となるとシーズンも残り50試合強、そこから順位表で上のチームを抜きつつ10ゲームを詰めるというのは不可能とは言いませんが、難しい差ではあると思いますので、そこまで離されるようだったらもう仕方ないかなと。トレードデッドラインではおそらく投手の需要が引き続き高く、あちこちで投手を求める声はあるはずですし、ましてやレンジャーズはいいトレードチップを持っているわけですから、トレードで売り手に回るとなればそれなりにいい対価も期待できるはずです。ここである程度メジャーに近い若手を集めて来年再度コンテンドを目指すというのも考え方としてはあるでしょう。また冒頭でも軽く触れましたが、レンジャーズは今後の放映権収益がどうなっていくか不透明な部分も多いですので、これからどれほどのペイロールを組めるかわからない点も多い状況です。
現状 MLB でトップ10のペイロールを誇りますが、それの維持が難しいとなれば予算のアロケーションを考え直す展開も全くなくはないかもしれないと、 G アセチックのケン・ローゼンタール記者は、来季が契約最終年で年俸$1,300万の先発投手ジョン・グレイ、さらには年俸が上昇局面にありながらも今季リーグ平均以下のバッティングに終始しているアドリス・ガルシア、決して悪くはないですが、一方でファーストとしてはやや打撃に物足りなさも残るナサニエル・ローラも、特に野手市場が弱そうな今年の夏のトレード市場において少なくとも検討の余地あるとしており、そこにはやはり放映権収益の不透明さ、オーナー側が今年の冬もペイロールに制限を与える可能性があることを理由としています。個人的にはさすがにそのレベルでチームを解体する展開は考えにくいのではと思ったりもしますが、そういった話がメディアから出てくるあたり、今月この後のチーム状況やトレードマーケットの状況次第では、いろんなことがレンジャーズに関しては起こりうるということなんでしょうかね。ただ個人的にはレンジャーズは多少差があろうと売り手に回っている場合ではない、諦めている場合ではないと思う部分もあるんですよね。なんなら気持ち的にはむしろこっち派です。あれだけ FA の大型契約を出したからですよね。レンジャーズは2027年までシーガー、セミエン、デグロームの3人に対して毎年1億ドル近い年俸を支払う予定であり、現状のままですとペイロールに制約が課せられそうなレンジャーズにあって、かなり重い負担を強いられることになります。しかしながら3人ともに着実にベテランと呼ばれる年齢になりつつあり、セミエンは来季34歳のシーズン、シーガーが31歳のシーズン、デグロームに至った来季が37歳のシーズンです。やはりだんだんと加齢に伴う衰えが気になってくる年齢にはなると、となるとチームのコンテンド期的にも今以上のチャンスはないと思うんですよね。もとよりシーガーとセミエンの契約前半に勝負をかけることを意図した長期契約だったと思いますし、そこはブレない方がいいんじゃないのかなと。特に今季の西地区だったらマリナーズやアストロズがトレードデッドラインを経ても地区内で突き抜けた存在になれるかはまだ分からず、シーズン終盤まで混戦となってもおかしくはなさそうで、そうなるとレンジャーズもまだまだ十分地区優勝まで狙えそう、諦めずに買いに行ってもいいのではないかと個人的には考える部分があります。レンジャーズのクリス・ヤング GM はまだデッドラインの方向性を固めていないとしていますが、どうするんでしょうかね。まあとにもかくにもそれを決めるのもこれから3週間ほどのレンジャーズの戦いぶりにかかっています。前半戦最後のカードは地区内で順位が一つ上のアストロズと3連戦で、後半戦最初のカードがオリオールズとタフなマッチアップが続きますが、ただその後はホワイトソックス、ブルージェイズ、カージナルスと、レンジャーズ的にはしっかりと勝ち越したい対戦となります。ここでいくつ勝てるか、そして月末のトレードデッドライン当日までにどれだけワイルドカード、地区内のゲーム差を詰めることができるか、ここで本当に重要となってきそうですから、2024年レンジャーズの成否を決める大事な期間となってきそうです。皆さんはこの夏のレンジャーズどう動くべきと考えますか？よければコメント欄で皆さんの考えなども教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。